こんにちは、速稼塾の久保です。まあ自民党の閣僚にはね、まともな人間は一人もいないんでしょうかね。まあ菅総理も例外ではありません。今回の国会の答弁なんですけども、まあ小西洋之議員がいくらね単純な質問をしてもずっと答えないわけですよ。でまずはですね、菅総理ですけども、菅総理は NTT の幹部と接待したことがありますか、とそういうような質問でしたけども、菅総理に代わって答えた加藤官房長官は、国民に疑念を招かれるようなね、そんな会合はしたことがないっていうわけですよ。いや、私たちは大いに菅総理に疑念を持ってますよ。だから菅総理が自称でですね、自分で自分のことを、いや自分の行動は国民に疑念を持たれてないだろうと思ってもダメですよ。全然小西議員もそうだし、私たち国民も大いに疑念持ってますよね。で自分たちはね、好き勝手やって、で秘密隠蔽して正直に何も話さずにね、私たち国民にはものすごく負担を押し付けたりとか、それこそ生活を束縛しといて、主権を制限しといて、賠償のマスク2枚だけ、10万1回だけ、冗談じゃないって話ですよね。そしてですね、今総務大臣ね、総務省もものすごくね疑惑に揺れてます。その真意を正そうと質問すると、武田総務大臣は相変わらずですね、同じような質問を、答えを繰り返すわけですよ。国民に疑念を持たれるような、そんな会合はした覚えがないと、するわけがないって言ってますけども、武田総務大臣大いに私たちは疑念を持ってますよ。で武田総務大臣には麻生財務大臣に代わって、私はねまたね攻撃電話を事務所の方にさせてもらいますからね、攻撃電話を。なんせ私たちの疑問質問疑念に小西洋之議員が代わりに質問してくださってるのに、全く答えてないですよ。国会でね、国会ってのは武田総務大臣が一つ一つの事案に答えるのは差し控えさせていただきたいっていう風な、個人的に言いたくない言わないっていうことではなくって、国民の要求知る権利に応える義務があるんです。その義務を果たすのが大臣の役割でしょ。麻生財務大臣は私たちの要求に全く答えずに、むしろ逆のね、増税をしたりとか給付金出さなかったり、とんでもない人ですよ麻生財務大臣ね。麻生財務大臣が財務大臣にいる限り、私たちの国民のこの暮らしに財政的にね、もう夢も希望もないです。だから麻生財務大臣は私たちを金銭的に苦しめてます。でも武田総務大臣は私たちの電波知る権利、放送の独占、こういったものをがんじがらめにしてですね、私たちの情報を制限してるわけですよ。で自分だけはね、 NTT かなんかと接待して、美味しいもの食べさせてもらって、なんかいろいろいただいたりとかしてね、でそういった利権を提供する業者に権利を与えてるわけでしょ。とんでもないですよね。で私たちは確かに放送権持ってないですよ。放送の権利はありませんし、影響力ないですよ。でも同じ国民ですよ。私たちの薄く広く集めた納税によって成り立ってる、そういう部分がある以上、私たちの質問に答えるべきだと思うんですよね。今回国会で本当にね、もう1日2日にわたって小西洋之議員が同じ質問してますね。会合をしたことがあるんですか、会食をしたことがあるんですか、イエスかノーかで答えれば簡単なことですよ。会合したことがあるのか、会合したことがないのかね、この後動画見てもらいますけども、簡単な答えでしょ。飯食ったがあるのか、飯食ったことがないのか答えればいいのに、国民に疑念を持たれたような、そんな会合をした覚えがないと。いやもう疑念だらけですよ、武田総務大臣ね。総務省のもう接待疑惑、違法公務員なんとか法違反、それを徹底的に調査するべき立場の武田総務大臣がね、あんたが一番悪いことやってるんでしょうかってことですよね。で第三者機関にお願いして指示を受けてるって言うけども、結局嘘の報告しかしないんだからね、総務大臣はね、武田良太総務大臣は嘘しか言わない人ですよね。で自分の都合のいい時だけ抜き出して、嘘を言わない程度に我々を虚無に巻こうとして、時間切れを狙ってるんですよ。それが国会ですよ。とんでもない人ですね。だからね、自民党の閣僚本当にね、一人たりと思うんですよ、ろくな人がいないし。あとね、委員長、その司会をする委員長がね、もう完全に武田良太、それから加藤官房長官、菅総理のもう味方ですよ。公平な仲裁をしてないですね。それこそね、小西洋之議員は答えさせてくださいって何回も言ってるのに、まあね、答えてるじゃないですかみたいな感じですよね。ちんぷんかんぷんですね。本当けしからんですね。なんでこうなっちゃったんでしょうか。こうふぬけどもの自民党をね、早く解体してほしいのと同時に、公明党さんもね、こんな自民党にすり寄ってるレベルではもう本当知れてますよ。公明党が一番の害悪じゃないですかね。
公明党さんがこういう時に私たち国民の側に立たずにしてどうするんですか。公明党さんともあろうものがね、自民党の第二軍ですよ。公明党は完全な自民党の二軍終わってます。公明党早く解散してくださいね。山口なんとかさん、山口代表でしょって名前忘れたけども、山口代表ね、こういう自民党が連立する価値があると思って連立してるんですかね。10万円給付は今20万円にして全国民に一律給付する必要があるんじゃないですか。なんでこういう時黙ってるんですか。自民党の味方でしょ結局ね。自民党の権力が欲しくって二軍に甘んじてるんでしょ。しょうもないっすよ公明党、早く解散しろよ公明党ね。創価学会の人がかわいそうだよ。俺は創価学会の人に公明党を支持するなって今度から言いますからね。くだらない新聞配ってんじゃねえと、お前らのおかげで国民が困ってるんだと、創価学会のせいだぞこの野郎って、創価学会の人にまで迷惑かかっちゃいますよ。公明党さんそろそろパリッとしないと。ということで私の言いたいことを言わせてもらいましたんで、その後ねちょっとこう国会の質疑を見ていただきたいと思いますんで、どうぞね、これ見てイライラしてください。どうぞどうぞ。携帯電話料金に関する数多くの報道がなされている中、携帯電話料金の一般的な動向について発言することがあったと思うことでありました。小西洋一君。これは文藝春秋の記事なんですけども、週刊文春の記事なんですけども、参議院の予算委員のメンバーに対して NTT はこの後値下げをすると携帯電話料金ですね、そういう発言をしたというふうに報道があるんですが、それは事実ですか。加藤官房長官。その今ご指摘のようにどなたにいつどこでどうかございませんし、まさに定かではないということを申し上げたところであります。ただ、携帯電話料金に関していろんな報道、議論もあります。そういった中で、誰ということではなくてですね、当時総理として携帯電話料金の一般的な動向について発言することはあったということでありました。小西洋一君。官房長官、NTT の幹部とですね、総務省職員が会食をして、国家公務員法に反して会食してしまって、これから調査処分がなされるわけですけれども、菅総理が NTT の幹部と会食したのかどうか、またそれ、いずれにしても大臣規範に違反するような行為を NTT との関係でやったことがあるのかどうか、それすら答えない内閣総理大臣政府が総務省の皆さんを処分する資格、そして国民のために対して行政を営む資格があると考えますか。加藤官房長官。ですから先ほど申し上げた大臣規定に規定されておりますように、国民の疑惑を招くような行為をしてはならないと、こういうふうに大臣規範に書いておりますから、それに対して国民の疑惑を招くような行為、特に会合会食の話でございましたから、会食には応じていないということは申し上げたことです。小西洋一君。官房長官、記者会見で大臣規範の趣旨は、自らですね、大臣規範に違反していないときちんと説明するというふうにされております。総理は大臣規範に NTT との関係で違反することがないのかどうか、まだ総理就任後、会食したことがあるのかないのかどうか、それを答えないということは、閣議決定の大臣規範の趣旨に反するんじゃないですか。加藤官房長官。大臣規範のどこを読みになっているかなんですが、全文には、政治家であって国務大臣等の公職にある者として清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、これは当時副大臣等が決められたことも含めてですが、その役割分担を明確化するということで、この規範が決められたということであります。そして、基本的にこのどういった基準が該当するかについては、これまで質問収書等でも申し上げさせていただいておりますけれども、大臣規範であります、強接待を受けること、職務に関連して、贈り物や便宜供与を受けること等であって、国民の疑惑を招くような行為とは何かということについては、個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、趣旨を踏まえ適切に判断すべきものというふうに期待されると、という見解をこれまでも述べさせていただいているところでございます。小西洋一君。全く答弁しませんので、菅総理は総理就任後に NTT 幹部との会食の有無、また NTT との大臣規範の抵触の有無、そして11月12月に NTT 社長と面談して、その内容について、また、坂井長官が会食等を認めているのになぜ総理官房長官は答弁しないことが許されるかについて、委員会の説明を求めます。五国理事会で協議をいたします。小西洋一君。武田総務大臣に伺います。散々と勉強されていますが、NTT のですね、幹部とのその会食の有無について、答弁しない理由は何ですか。武田総務大臣。答弁ちゃんとしてますよ。国民に疑念を招くような会食会合を、これに応じたことはないという明確な答弁をずっとします。ご理解ください。小西洋一君。NTT の幹部と会食したことがあるのかどうかという確定事実を聞いているだけなんですよ。答えてください。武田総務大臣。毎回私は答弁させていただいたんですけど、個別のですね、一つ一つの事案についてコメントを差し控えさせていただきたいと。その上で、国民に疑念を招くような会合や会食に応じることはないと何度も答弁をさせていただいております。小西洋一君。今おっしゃったその個別の事案ですね、個別の会食の事案については、答弁を控えるというのは、国会に対する大臣 の説明責任の果たし方としての答弁ということでよろしいですか。武田総務大臣。今これ国会の委員会で答弁するわけですよ。小西洋一君。個別の事案に答えないという答弁は国会への、また国民への説明責任の果たし方として非常に重い責任を負うということでよろしいですね。武田総務大臣。私は何度も答弁をさせていただいております。個別の事案一つ一つについては、答弁を差し控えさせていただきたい。その上で、国民に疑念を招くような会食会合については応じることはないということであります。小西洋一君。大臣は2月16日の衆議院の総務委員会で岡島和正立憲民主党の岡島和正議員の質問に対して東北新社との会食の意味で答弁されませんか。静粛にお願いいたします。はい、お静かにお願いいたします。